基本的なところは自分とは何かっていう、自分の心の中をずっと入っていくと思ってもいなかったような感覚を持ってたりとかするんじゃないかなとかって思うんですよ。自分の存在ってどういうことなんだろうとかって若い時から考えてたんでしょうね。そういうところで人の形作ってるような気がします。倍率が低かったっていうのが一番のなんか理由だったんですけれど、美大に行きたい、芸大に行きたいと思って高校2年生の後半ぐらいからも美大に行きたいなって気持ちがあったんですけれど、いろいろ調べていくとデザインとか絵の方だとすごく倍率が高い、彫刻はなんか低かったっていうのがあったんですよね。同時にうちの祖父が木彫を趣味でやってまして、彫刻っていうのがそこで身近にちょっとあったもんですから彫刻を専攻したって感じですね。大学院っていうところで一番違ったものっていうのは素材が大学の時は木と FRP っていう人工の樹脂を使って制作してたんですけど、大学に出てハイブリッドな制作っていうのに疑問を持ち出し始めたというか、何かやっぱり新しく自分を変えていきたい、自分の新しい方向性みたいなのが欲しいと思って、ベルリンに行ったんですけど、ドイツに行って前の自国の文化に誇りを持てよっていう感じのことを教わったような気がするんです。日本の文化ってどうなんですかとか、建築はどうなのって、そこからどういうふうな形で彫刻の方に来てるんですかとかっていうようなことをこう結構言われるんですよね。当時僕美術の正解があるとするならば、やっぱり西洋にあるような感覚があって、どっかも西洋のものの方がかっこよくて、西洋のものの方がキラキラ光ってて違うのかなって、でそこでなんか日本から離れてヨーロッパの方に行ったんですけど、パンとターンしてまた日本に意識が戻っていったっていうのがあります。日本人としてどうなのか、日本人として文化をどのように考えているのか、まずそこからだなっていう、そこに行き着いたっていうのがベルリン滞在の一番の大きな成果というかですかね、はい。2003年に、芸大の陳列館で彫刻の新体展っていうのに呼ばれまして、初めて木だけで作ろうと決めたのがあったんですけども、独特なものを目指そうと思ったんですよね。誰かそのモデルさんを使うとかっていうよりも、本当に自分のルーツみたいな部分のところから出せるんじゃないかと思って、でその時のモデルがうちのおじいちゃんとおばあちゃんの結婚式の写真だったんですけど、途中まで作ったんですけど違うと思って、量とかマスとかって言われる問題は彫刻にあるんですけど、そういったものを取り除いていって取っ払って結果非常に妙な像が出来上がりまして、自分でもこれはどうかなと思うような像だったんですけれども、それは少女のような体してたんですよ。また自分の子供が老年期から少年期に変わっていく、その変化していくところがまた美しいなと思ったんです。また少年期から大人に変わるか変わらないかぐらいの時の彼らの存在って非常に美しいなと思って、実際に住んでて生活をの時間を共にしてるもんですから、これはもうなんとか彫刻に落とし込みたいなっていう、その辺ぐらいから少年少女っていうのが作るような意識するようになりましたね。やっぱり日本人って物に対してそれを物っていう形で分断して考えるんではなくて、自分の心に寄り添わして本当に生命体として見てるところがある。よく町とかにいるお地蔵さんに赤いよだれかけとか赤い帽子とかかぶしてます。あの不思議さがちょっと僕の中であったんですけど、ね、で自分自身もあえてもそういう裸の妙な構成された少年少女を作って、それにまたあえて帽子かぶせるとか、人間の形してる以上は寒いっていう感覚を同じようにこう共感できるような感覚を持ったんですよ。日本人とは何かっていうのを彫刻で可視化させていくような感覚みたいなのもちょっとあったと思います。そうですね、僕自身はやっぱ動かない世界というか、物質的なものが人為的に作家が手を入れていって、形作ったりとか構成したりとかしていながら、空間を変容させる、もしくはその場というものがどういうものなのかってことを考えさせる、そういうものっていうのが一つ彫刻の魅力なんかなって形で思ってます。やっぱり絵画ではなくて彫刻はこう360度ぐるっと回ってみますよね。ですからこう正面から見た時の顔の印象、それから右に回ってとかでぐるっと回って今度左側からの方を見た時の印象って変えるようにはしてます。で一回回った時に喜怒哀楽をその像が持つように表情を変えたりします。非常に微妙なところなんですけど、口角を上げたりとか下げたりとか、目尻をちょっと上げたりとか、眉毛の方向性を少し変えたりとかするだけで表情ってすごい変わるので、
作る作品の表情っていうのはそういう形の意識はしてます。上から下も作ったことがあるかもしれないですけど、でも大体下から上ですね。もう木が生えていくのと同じです。作っていきながらどのようにするか、タイトルをどうするか、言葉が降りてくるのを待ってるっていうのはありますね。顔からいっちゃうともうなんか限定されてしまう部分があるので、最後の方に持っていって、やっぱり、ね、その像が持つ雰囲気だったりとか、最初から僕が決めるのではなくて、出来上がっていく中でもやっぱり揺らいでいきますから、その揺らぎに合わせて最終的に決めていく。あの先取り神社って、うん、僕は木見てるんですよ。木っていう生なものとか植物っていうふうなものとか、本当子供の頃から身近にあったっていうのが大きなことかなと思うんですけど、今でもやっぱりこういったものを見てても、それぞれの個性みたいなのを考えちゃうというか、だから木を一つの生命体みたいなものとして付き合ってるところがありますね。生物対生物っていう形かもしれないです。なんかまあ木との対話とかってよく言われるんですけど、そこまでなんか美しいものではなくて、いろいろ出てくる傷だったりとか、その木の持っている個性みたいなものをどんだけ拾い上げられるか、そういうふうな感覚というのは日本人なんか得意のものなのかなって感じもしますけど、一つの大きなテーマとしては女神を探しているっていうのがあります。僕も今年52になったばっかりなんですけど、母親がまあどんどん年老いていくっていう感覚、まあ、愛情だけは結構強く持ってる人で、僕がやることなすこと全て肯定するという、自分自身をずっと見守ってくれてる女性の存在みたいな、まあ、それが母親だったりとか、周りに身近にいる仕事の方であったりとかっていう、その女神的な方の力の恩恵を非常に受けてるんですよね。でそれを作品に落とし込めたらいいなっていうのが一つと、あとまあはっきりとはしないんだけれども、かすかな感じで存在しているものとか、それをちょっと拾い上げて彫刻に